の、お、リング、ミニアルバム、ナンバーアンダーライン、アイが新たな旅路への扉を開く。バナナって聞いて、一番に翔くんが頭に浮かんだの。おはようございます。全部新曲なんですね。なおさら楽しみでしかないですね。ナンバーアンダーライン、アイ、忙しい毎日で、大丈夫かなぁ。でも嬉しい。 2024年4月22日月曜日までの予約購入で発売日2024年5月27日月曜日にお届け。新曲発曲が発表された。初の日本語タイトル曲もあるって。これは絶対やばいんだろタイトルから考察。驚きしかない。 グループ結成からすごいスケジュールで動いてたんだなと。和を感じさせるジャケシャ、素敵で小新しい情報どうもありがとう。もう新曲、楽しみでしょうがない。いろいろ想像するのも楽しい。ナンバーアンダーライン、愛和の3人もよく頑張っているなぁと思います。私たちもしっかりついていかなくちゃと思います。 やばい。ジャケシャもやばい。和な感じ、やばい。今から楽しみすぎる。ジャケシャも新曲ももう何もかも凄す,すぎて、情報を追いつくのにやっとです。本当に幸せなことだなってつくづく感じます。本当にすごいスピード感。世界を見たい、前進したい強い思いを感じます。 三人は言わずもがな、タッキー社長、スタッフ皆さんの涙出そう、応援するのみ。ナンバーアンダーラインアイは、毎日新しい情報が出てくるので目が離せませんね。毎日何回もナンバーアンダーラインアイの曲を聴いていますが、どれも好きで、まだまだ飽きません。5月にさらに8曲の新曲がぶち込まれるのですね。 心して準備しておきたいと思います。このところ、彼らには何度も驚かされ、何度も鳥肌、そして何度嬉ししなみだ。全部新曲だなんて、どれだけ頑張るの、どれだけ努力するの。ただただ全力で応援することしかできないけど、彼らを応援できて本当に幸せです。ヘアスタイル楽しみでした。 素敵です。またまた遅くまで情報ありがとう。すごいです。私たちのナンバーアンダーライン愛はどれだけ私たちの想像を超えてくるのでしょう。早速の情報ありがとう。八曲曲、どんな曲なのか、興味深踊り字です。中でも、バナナって、どんな感じなんだろう バナナって聞いて、一番に将軍が頭に浮かんだの笑い。また一つ、楽しみが増えました。すべて新曲とは、新年早々に楽曲を初披露して以来三人は解き放たれたように、自由にスピード感を緩むることなく新しい道を切りたくくように進んでいるようで、表情もそれに伴ってさらに、 大人の顔になって頼もしくもなっているようで世界を三人で行く。本気度見えてこのミニアルバムと共に一歩でもニアルでもいいので世界へと行けるようにと願わずにはいられませんね。こんにちは、びっくりです。八曲、すべて新曲。驚きでしかないです。ジャケシャも和テイストで素敵です。楽しみでしかないです。 ありがとうございます。どんなスケジュールこなしているんだろうと嬉しい反面、少し心配です。去年の7月から始まって、本人たちとタッキー社長とその道のプロが本気で練った戦略なのかなと思って、夢が実現していくのを目の当たりにして、ドキドキしています。うわぁを、どこまでもワクワクさせてくれる愛、感謝。 こんばんは、もうスピード違反負けな速さで、な、な、なんと、8曲も新曲って。CD 来るのが楽しみすぎです。ますます、かっこよくなってくナンバー、アンダーライン、愛、目が離せないです。ナイナイミュージック楽しかったですね。また嬉しいお話、毎日毎日露出が次々と増えていって追いつかない。 お仕事は大忙しでも、とっても嬉しい日々、なんて幸せ。ミニアルバムも全部新曲ってことで、ます踊りじらくしみが増えました。ところで、神説って爽やかで、品があって素敵です。いつもありがとう。またまたすごいことを、三人グループになって数ヶ月なのに、新曲が八曲、ダンスもあるのに。 信念を持って揺るがの思い出なしてるのを強く感じました。これだけ曲を持っていたら、世界中どこでも対応できちゃいそうだと思ってしまいました。手元に届くのが楽しみですね。体調に気をつけて笑顔で元気でいてくださいね、応援してます。スピードすごすぎて、3人の体がちょっと心配です。 そこへ来て33節子もある紅茶らへ行くなんて体調管理が大変ですよね。若いから大丈夫かな。来年70歳になるおばあはとても心配になります。ジャケットのジャパニーズブルーは藍染っぽい何を着せても似合っちゃう3人ですね。早々にアップありがとう。紅茶らのステージ このジャケシャの衣装で良くないですか和を感じられるし、踊りやすそう。いつもありがとう。今回、はファッションが祭り、忍者的な雰囲大な気が私もナンバーアンダーライン愛に関しては、同じ様なことしいました。ナンバーアンダーラインアイアイに何か繋がってるのかなって思いました。 CD 来るのが楽しみです。ありがとう。感じ方が、まさに。と思うくらい、いちいち、うんうんそうそう。と首をカクンカクンして同意しておりました。道義のところでは、まさに悟空が降りてきましたね。あの子たち、時期に飛ぶんじゃないかしら。毎日、こんなに楽しくて、ほんと、幸せ。 このブルーは侍ブルー。藍色、藍染カラーですね。びっくりしました。春馬くんの愛したカラーですよ。小君たち、さすがですね。日本日本の旗を意識してくれていますね。三浦春馬くんも日本製という本を作ったほど、自国を称えていました。小君たちも日本日本の旗を背負って世界に行くんだと思うと、 とても嬉しいです。ボンの意味とか知らなかったので教えてもらってよりアルバム届くのが楽しみになりました。このミニアルバムの発表によりナンバーアンダーラインアイは新たな旅路への扉を開いた。彼らの熱意と努力には感心せずに入られない。これからも彼らの成長と成功を願わずにはいられない。 彼らの音楽がますます多くの人々の心を掴んでいくことを願って止まない。